三重県津市の御殿場浜は立て干し網の本場。この伝統の漁法も沿岸の工業化によって量がなくなり、給与の一作観光立て干しと銘打って今年はうなぎを放ちました。一両35,000円なり。獲物は養殖うなぎと分かっていても、つかみ取りの醍醐味は格別。牛の日にはまだ間があるというのに、うなぎにとってはとんだ厄日。ともあれ、この海のうなぎは御殿場浜の新しい名物になりそうです。